おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサクつくやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあみんなルカク引きに行きましょう。はい、ってことで今回はルカクを引くただそれだけの動画です。私はね今50連できるので50連でルカクを3人引いて貫突して終わりです。もうね何も言うことはありません。50連で3人引いて貫突して終わりです。もう一度言いましょう。50連で3人ルカクを引いて貫突して終わりです。さあ行きます。もうこれ以外の選択肢はない。これ以外の選択肢はありません。頼むルカク、もうルカク以外いらない。50連で3人引かせてくれ。2人じゃ貫突できんけど3人やったらすぐ貫突できる。すぐ貫突してもう SWCC で使いたい。ルークショーありがとうございます。全然ありがとうございますじゃない。ルカクが本当にこれは欲しいね。あと言うのであればメンディデフライかな。デフライはですね、貫突しないとちょっと使いにくいところもあるので、っていうところですね。この間来たあのサネッティと、ビエリのガチャ、もう悪くなかったんですが、もうあれだったらこの戦術ガチャでよかったんじゃねとか思うぐらい、今回の戦術中央めちゃくちゃ熱いですよね。序盤に締めをね。まあ、メンディーもいてですね。で、ルカクもいてとかってなってくるので、まあさすがにね、オフェンスキーマンのキーマン特徴を持ってたりだとか、あとはキャプテン特徴を持ってるビエリ・サネッティと比べることはできないんですが、やっぱオレンジ特徴はね、ちょっと格が違うので、ただそれでもですね、このルカクは手に入れておかなければならないでしょう。私特にインザーギを引かなかったので、ちょっとインザーギバカにしてたわけじゃないんですけど、舐めてたところが正直あったのかなと思ってですね。インザーギいなくてもね、モラタとかでどうにかなるでしょって思っちゃってたんですね。なんなかった。インザーギじゃないとね、どうしようもなんなかった。ってことで、ルカクを引きに行くわけです。フェデリコ・フェルナンデス。さあ、10% なんでね、ラストの枠以外も期待できるはずなんですが、なんかちょっと期待できなそう。リッカルド・オルソリーニ。はい、ルカク。じゃない。いっちゃんいらんとこ来た。待て。いっちゃんいらんぞ、コランタントリスト。外れ筆頭。せめてデフライかサンチェスちょうだい。ベトー。せめてデフライかサンチェスくれ。展開力。おっと、マイク弾いてしまった。すいません、うるさかったですか？リュビッシュ。言いにくいね。ワンチャンね、ルカク引いたらね、3.5 引かなくてもいいんじゃないかなと思ってるんですよ、私は。3.5 で何が来るのか分かりませんが。ちょっとね、カウンターだけきちんとやらなきゃな、育てなきゃなと思っているんですが、それじゃなかったらね、ある程度全体的に揃ってきた。チームができてきたので、もうゴリゴリね、チーム作りのための課金はしなくて良くなってきたのかなと、なんとなく思ってます。が、頼む。星5来い。星5来い。おいおい、10%。お、来ていく。ルカク来い。待って。特別獲得枠だけどルカク来た。最高ですね。圧倒的なフィジカルを武器に得点を量産するという世界最高峰のフォワード。スピードにも高い、足元の技術も高い万能型のアタッカー。2021シーズンでは24ゴール11アシストを決め、セリエ A の最優秀選手に選出ということで、ありがとうございます。神引きですね、これは。っていうか、一応これ今回、確率 10% だから、もうちょっとなんか、君ら、あれやで、サクッと来てくれてええんやで、サクッと来てくれてええんやで。ルカクじゃない、私が見たいのはルカクではない、さっき引いたコランタントリストとかいうなんか使い物にならなそうなやつだ。バーストシュートはあかん。ちょっと待って、カンテでも、ハバーツでも、フィルミノでも、アグエロでも、ゴールキーパーメンディーでもよくて10分の5分の1トリッソとライトレフトサイドバックメンディー以外だったら誰でもいい。誰でもよくはない。あとルカク2人。エンジェルパス反転中央突破。フィルミノかな、ロベルト・フィルミーノかな。ありがとうございます。クォッシュパスカットね、めちゃくちゃいいスキルなんで、ちょっと移植用にしましょうか。まあ、ちょっとね、フィルミノ残念ながら使う予定もなければ、貫突する予定もないので、ちょっと残念ながらにはなりますが、さあ、ルカク頼みます。あと、アレクシス・サンチェス欲しいかな。ライトウィングのサンチェスがいるので、今回サンチェス引いたらね、限界突破の素材にできるんですよね。おい。頼む。せめてハバーツ。トリッソは嫌だ。おい。おいおい。おい。
おい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 、あかんあかん、いらんって言ったら来るシステムだこれ。マジかよ。トリストとメンディーはね、本当にいらないんですよ。いや、メンディーが余計にいらんかな。メンディー、まあバーストシュートもでもいらんよね。せめてブレイクドリブルとかだったらいいんだけど。いやー、悩ましいですね。悩ましくもなんともないんだけどね。そこそこそんな来なくていいんだけどね。どうしたんだろう。ちょっと2人とも久しぶりになんかいいガチャがいてみんな引くから自分たちが欲しいと勘違いしちゃったのかな。自分たちが欲しがられてると勘違いしちゃったのかな、これ。アンジェダダ、アンジェロダコスタ、ははーん。さあ、ルカク来い。ノーブル、ルカクノーブルだっけ。スタンチェスか。いやー、ちょっとルカクかと思って期待してしまいましたね。まあ、4枚引きは悪くないでしょう。ただセンターフォワード2枚来て両方ルカクじゃないというね。待って、あと20連でルカク2枚引かなきゃいけないのは厳しい。やめて、もう俺のライフはゼロよ。ジョーカーシュート超1枚抱えて終わりはマジで無理よ。マジで無理よ。死んじゃう。それは死んじゃう。あの、ジョーカーシュート超1枚引いて終わりは、あれよ。テストの大問3まで解けなきゃいけない中で、大問1の途中式までしかわからないのと同じよ。ルカク来い。万能なら破壊者って誰？ルカクじゃないこれ。あいつ万能な破壊者っぽくない？アグエロか。おい、待て待て。おい、中央突破センターフォワード多くない？何このセンターフォワード来てからの、ルカク来いからの、ルカクじゃないやつ。やめろやめろ。やめろやめろ、ジーノファンフーゼン。確かにルカクなんか長かったわ。万能なら破壊者ね、狙っつゆりのほんちゃらかんちゃらみたいなやつだった気がする。おいおい、待て待て、しかもメンディー来てないし、まあ、メンディー貫突できないけどさ、一応欲しいじゃない？キラーアタックルー。いや、ルカクさん頼みますよ。クルズーマールカクさん頼みます。ルカクさんだけください。あの、もう他誰もいらないんで、ルカクだけください。マーク・マッケンジー、待って、5人50連したら2人くらい来てくれてもよくない？甘すぎ？ 10 人いるんよね。あー、微妙か。アフォスフィゲイルド、ルカク来い。エッチングマーク、あー、カンテちゃんね。待って、エッチングマークはいいよ。エッチングマークはマジで優秀なので、めちゃくちゃ他の選手につけたいと思ってたので、これは超嬉しいんだけど。待って、もうルカクチャンスがないんだけど。俺もうあと1回しかルカクチャンスない。大丈夫かこれ。俺大丈夫か。待って、最近さ、ちょっとプライベートの出費が激しすぎてさ、もうガチャ引けんのよ。ガチャ引くってなったら本当にあの、ちょっとお借り入れのレベルになってくるからさ。せめてここでもう一人ルカクちょうだい。俺に頼むわ、頼む。もう一人だけルカクちょうだい。もう一人来たら、あの、もう金コイン1200万円の限界突破4段階目かって感動するから。ネストラ・アラウフを。さあ、ルカク、ルカクだけ来い。ルカク来い、頼む。なんか、あの、星5選手、今回引いた星5選手5人返すから、ルカク1人くれ。アマドゥ・ディアワラ、ルカク来い、ルカク、ルカク、ルカク、よし。なんか来た。よし、待って、あと1人来てくれてもええんやで。ここよね、ここで欲望出してかないと、人間。ここで、いや、もうルカク2人目来てくれたから満足だよって言ってるそこのお前には来ないよ。ここで、いや、俺もう一人ルカク欲しいわっつって引きに行けるやつのところにルカクは来る。よし、来い。え？これ誰？うおー！マジか！すげえ低評価がつくのが目に見えてる。やばすぎる、これは。マジ？最強すぎる、これは。待って、もう一人欲しい。待って、欲望を止めないぞ、俺は。もう一人ちょうだい。最後、最終獲得効果あるっしょ。あそこ、ルカクね。あそこ、ルカクかサンチェスか、にしてくれ。アグエロでも貫突まで持ってけるな。アグエロも貫突したいな。中央突破、今回3人なんで、前線が。待て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 、誰が欲しい？誰が欲しいって言ってもさ、来てくれるわけじゃないんだけど。待って。
もうメンディー引いたところでどうにもならんし、デフライもすごい欲しいけど貫突できないから、ダニエル・アマルティ、ただデフライも欲しいな。あのとりあえずトリッソとあのレフトサイドバックメンディーじゃなかったらもう誰でもいいかな。さあ待って、やっぱルカク欲しいな。もう一人ルカク引いこう。そしたら限界突破素材かなり少なくて済むから使うの。いやこれは神引きすぎる。あの二人目引いた時のあれは完全に爆死のフラグだと思って自分で立てたけど勝ってしまった。クリーンファイターモトゥールブル、え誰、カンテ、カンテか、いいじゃん。なんかすごい、え大丈夫大丈夫、俺こんな引きしちゃったけど大丈夫。あのみんな知らないですからね、ルカク来なくても。あの俺は来たけど、でも確率的にはあの毎回ね必ず 10% で、ルカク来るので、まああの5回引いたらね2分の1の確率で、50連したらもう特別獲得枠だけでルカクが2分の1で来るし、まあ、通常獲得枠で 1% の確率があるので、まあ、全然引きやすいと思うんですよね、ルカク。はい。ってことで、まあ、あの私の引きはすごい良かったですが、あのすみません、皆さんにこれを保証できるものではないので、のんびりゆったりしてください。ってことでここまでご視聴ありがとうございました。たまにはね金引きしたけどなんかみんな褒めてくれよ、うん。ってことで豆腐でした。バイバイ。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。